10月8日の私が今年新しく借りた畑です。これは岩手緑豆という大豆です。とてもよく実っています。素晴らしいです。今このここは枝豆として食べています。非常に美味しいです。そしてこれは初めて作った黒小豆です。1ヶ月ぐらい遅れて撒いたので果たして実るのかどうか心配しましたが、見事に実ってくれました。もうすでに取り始めました。どんな風に実がなるかと思ったら、こうやって、空に向かって鞘を伸ばして、そしてその中に黒い実をつけます。でこの鞘がこうして、熟成するとこの鞘が枯れてこう垂れ下がります。そしたら収穫するということです。ごく一部ですが取りました。でこれは大根です。順調に育っています。3種類の大根を撒きました。このマルチ、穴あきマルチはニンニクを1週間ぐらい前に植えました。そしてこの黒マルチは玉ねぎ用の土作りをしたところです。今半熟堆肥を入れて熟成させています。11月の3日に撒く予定です。その外側はこれは予備の畑です。草堆肥を入れて攪拌してあります。来春使います。ここはパリタ的 pH が 5.5 でした。ですからそこにかなり草木灰とか駆動石灰を入れて中和しましたが、それでも6には到達していませんでした。ですが、結構よく実っています。